それでは町田選手です、ショート終わりました。今の気持ちを教えてください。いや本当に朝絶望的なコンディションの中で迎えたんですけど、最後は自分への誇りを持ってしっかり自信を持って強く進んだ結果がこれなので、はい、悔いはないですし、十分頑張ったなと思います。明日も今日の体のケアをしっかりして明日の大工に備えたいと思います。大工は、フランス大会に続いて、ヨーロッパ2公演目となりますが、かける気持ちも強いと思います。そうですね、やはり日本はもう日本はというか年末ですし、日本においては年末の大工と言われるくらい、大工は日本人にとってとても大切な音楽だと思うから、その音楽をとともに僕の大工を明日は世界中の皆様に全身全霊でお届けしたいと思います。とても期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。